山系チャンネル。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、山氏です。今日は日本の民主化と冷戦について一問一答やっていきたいと思います。中学校の歴史で習う、内容の定期テストや受験に出やすいものだけを抽出しましたので、ぜひやってみてください。ここ以外では、時代の、問題やあと資料問題が出ますので、資料の方の確認とかもぜひしといてください。じゃあやっていきましょう。はい、問題こちらになりますね。はい、まず12問用意されてますが、まだまだあります。なので、この後にね、また追加の問題やっていきますが、自分でやりたい方は動画止めていただいてやってみてください。はい、でもう、答え見ながらね、一緒に確認したいよっていう方は、飛ばしてね、答えだけ見てください。じゃあ答えこちらになります。答えこちらになりますね。日本はアメリカを中心とする連合国軍に占領され、連合国軍総司令部 GHQ ですね、アメリカのマッカーサーを最高司令官として民主化政策を進めました。はい、で、その GHQ は日本の軍隊を解散して、極東国際軍事裁判、これ東京裁判とも言われますが、一審制の裁判になります。この、軍の中で、ね、指揮を取った人とかそういった方々を、ね、その病死した人とかをちょっと、ね、除いて裁判にかけて、ね、そのうち7名の方を、ね、死刑にするという裁判になってます。はい、これ東京でね、東京の陸軍の、ね、ところで、行われましたね。はい、で、3番、治安維持法を廃止して満20歳以上の男女すべてに選挙権が与えられましたね。はい、で、組合を作ることとストライキを行う権利を守る労働組合法、労働条件の最低基準を定める労働基準法を制定しました。はい、で、1949年物理学者の湯川秀樹さんが、日本人初のノーベル賞を取りましたね。はい、ね、まあガリレオさんで湯川さん出ましたけどね。はい、6番、日本国憲法1946年に11月3日に公布です。公布っていうのはただにこうしますよっていう宣言ね。やはり浸透するまでに時間かかるんで、ちょっと期間ね、始めるまで期間を置かないといけないんで、公布と、施行はね、別々でありますので、ぜひ、まあ、ここはちゃんと覚えてくださいね。で、甲府がね、行く城つって、城行くっていいさーって、いいさーって、なんかまあなんかちょっと沖縄っぽいですね。はい、で甲府で、行くよなゴミつって、ひどい言葉ですけどね。はい、に、施行されましたね。はい、ここから、始まりました。次、ね、この日本国憲法の三原則は、また天皇は日本国及び国民統合の象徴と定められたんですね。象徴、ね、もう一番もう神様だよではなくて象徴ですね。はい、で、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義が三原則です。ここ公民でも出ますので、もう今のうちに覚えておいてくださいね。で、8番、教育勅語が廃止され、教育基本法が制定されます。9番、日本の経済を支配した財閥が解体された。これを財閥解体。なので、まあ、ここが出るのか、まあ、支配した、ね、企業が、解散しましたとか、そんな感じで、このことを何て言いますかっていう感じで出るか、ね、濁らせて問題になるか、ちょっと分かんないですけど、そんな感じで出ると思います。出るとしたらね。で、10番、地主の持っていた耕地を、国が買い上げ、小作人に安く売る。はい、こういって、まあ、いろんな人にね、農地を分け与えた、ね。これ農地改革って言います。はい、11番、世界の平和を維持するための国際機関を国際連合ですね。国際連合。はい、国連ですね。だから。で、その時の常任理事国は、アメリカ、イギリス、フランス、ソ連、中国。なので、ね、今と違いますのでね、しっかり覚えておきましょう。
はい。で、アメリカを中心とする資本主義、西側とか、南かな、南側諸国と、ソ連を中心とする社会主義、東側と北側かなが対立、いわゆる北朝鮮と韓国とかそんな感じで、ね、朝鮮も南側にあるところが資本主義、北側にあるところが社会主義になりますね、はい、が対立、ドイツが西ドイツと東ドイツに分割、この状態を冷戦と言います。はい。で、資本主義と社会主義って一体何ぞやというご質問もねありますので、一応解説しておきますが、資本主義っていうのは個人で稼いだお金はね、どん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 自分で稼いでたらいいよみたいな、なので、競争があるんですよ。はい。個人の問題と、自分で稼いだものは、自分のお金だよっていうのが資本主義になります。なのでめちゃめちゃ競争があるから貧富の差が分かれてしまうっていうのが資本主義。社会主義っていうのは稼いだら稼いだ分だけそれは国のお金だと、で、国のお金として扱って平等にみんなに分け与えましょうよっていうのが社会主義。なので競争がないんですね。稼いでも稼いでも認められないのが社会主義ね。なのでまあ、経済的に発展するのはどっちかって言われたら資本主義ですよね。競争があるし、稼ぎたい人はどん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 稼げれるから、はい、でも社会主義の場合はね、稼ごうと思っても国に取られちゃうから、その分ね、はい、でその分でも国がねみんなに平等に分け与えるから貧富の差はなくなるんだけど、うん、まあ、だからどっちの方がいいんだろうっていう感じで分かれた、戦いですね。これが冷戦になります。はい。じゃあここのね続きの問題やっていきましょう。残りの問題はこちらになります。はい、13から24までありますので、また自分で解きたい方はね、動画止めていただいて解いていただいて大丈夫です。はい、もう解説聞きながらやりたい方はもう答え出しますので、ぜひ、一緒に覚えていきましょう。じゃあ答えこちらになります。答えこちらになりますね。冷戦時にアメリカの西側が、北大西洋条約機構、ソ連の東側がワルシャワ条約機構ですね。で、中華人民共和国の共産党の主席は毛沢東さんですね。はい。で、1948年南に大韓民国、韓国ですね。と北に朝鮮民主主義人民共和国、いわゆる北朝鮮。これ正式名称で書かないと罰にされる可能性ありますので、ぜひ正式名称を覚えておきましょう。が成立しました。で、これ中東のがね、普通は多分消されると思いますが、パレスチナでユダヤ人の国家イスラエルが作られます。で、アラブ諸国の軍がパレスチナに侵攻して中東戦争が始まります。はい。で、ソ連の支援を受けて北朝鮮が韓国に侵攻して朝鮮戦争が始まります。で、近いところで戦争を起こるとですね、軍事物資が近くのところから運ばれますので、日本がねこの朝鮮戦争のために好景気になります。はい、ね、これ特殊景気って言います。はい、次19番、ね、GHQ の指令で警察予備隊を作り、これが強化されて自衛隊になるというところになりますね。で、17番、ね、この朝鮮戦争が始まって、ね、日本の講話、ね、日本と、まあ、今後どうしていくか、まあ、平和についてどうしていくかっていうところを、ね、話し合う場とかを急いで、ね、これで忙しいからアメリカはね、こっちの韓国側でね、支援してるんで忙しいんですよ。だからもう急いだんです。吉田茂首相が出席して会議で条約を結び、独立を回復しました。この条約をサンフランシスコ平和条約って言います。で、アメリカと日本でね、日本の安全と東アジアの平和を守る条約を日米安全保障条約、ね、安保条約とも言います。はい。で、ソ連との国交を回復した宣言、日ソ共同宣言、はい、ね、北方領土の問題をね未解決のままこれを宣言とかに調印しちゃったので、まあちょっとね、今さらにちょっと問題になってますけどね。はい、自由民主党が政権を担当する55年体制が敷かれます、ね、社会党が野党、ね、で、ね、政権を
握ってるのが自由民主党と、はい、ね、自由民主党が、ね、与党で、社会党が野党になる、ね、1955年に引かれた体制だから55年体制と言います、はい、ね、で24年、24番、ね、原水爆禁止運動の、大会はどこで開かれた、これ世界大会ですね、原水爆禁止運動なぜ起こったかというとね、アメリカが水爆の実験をしてて、それの日本のね、船がそれの被害を受けて、水爆禁止でもう原爆も禁止しようよってずっと、今危ないんでね、うん、やめろって言って運動が始まるんですけど、それの世界大会が一番最初広島で行われたんですね。はい、この内容をしっかり覚えておきましょう。じゃあ最後ね、年代を確認して終わりにしましょう。出そうな、ね、年号だけ覚えていきましょう。1945年国際連合、まあね、広島とか、原爆とかも一応ありますが、ね、一応それ以外のところで国際連合、1946年極東国際軍事裁判、はい、で日本国憲法制定、1947年教育基本法、1948年中東戦争、1949年に、北大西洋条約機構、これアメリカの方のやつですね、 NATO ですねこれね、はい、が、発足、ね、結成されます。中華人民共和国建国で、1950年朝鮮戦争、1951年サンフランシスコ平和条約で、安保条約もここですね。で54年が自衛隊発足、はい、で、56年日本が国際連合に加盟と、はい、じゃあこれの和と、ね、WTO ワルシャワ条約機構、ね、はどこかって言ったらここですね。一応入れとくといいかな、はい、ワルシャワここですね。はい、55年です、この間ですね、はい、まあ、一応でもね、ここが一番メインになってくるので、ここをしっかり覚えておきましょう。じゃあ、今回ね、内容は以上になりますので、ぜひ、他のね、単元もご活用ください。それでは